舞台は強力なライバルが待ち受ける筑波サーキット。土屋に課されたノルマは5ラップで全勝をパスすること。ただしマシンは若干のアドバンテージのあるホットバージョン7が与えられた。ナイトスポーツの協力により前回のボリューム20で完成。およそ70万円のチューンで筑波ラップ5秒70をマークしている。ライバル軍団はセブンと同じ FR スポーツスープラに桂真一、 GTO には岡田秀樹、立ち上がり加速が強力なスーパートルク 4WD マシンだ。スプーンインテグラ R には大井隆、今回のエントリーカーたちと肩を並べられる FF マシンとして持ち込んだ。エンジンは15馬力アップ、お得意のカーボンボンネットは14キロの軽量化となっている。そしてオーリンズ GTR は中谷昭彦が担当。エンジンはノーマルスペックだが、弱点である熱だれ対策としてタワーバーに内蔵された水冷式オイルクーラーで武装。横一列に並んだライバルを土屋 RX7 が追う。ぶっちぎってやる。スタート。中谷 GTR がロケットスタートを決める。岡田 GTO は出遅れた。土屋7の最初のターゲットは大井インテグラだ。第一関門になってしまいました。駆動方式、そしてパワー、それぞれ特性の違うマシンに対して土屋がどう攻めるかが見どころだ。お、大井インテグラが岡田 GTO に引っかかっている。チャンスだ。インガーに入っちゃえばこっちのもんでしょうね。まず FF アクセルを入れられないようなラインを通すことだよね。OK。 刺されてしまいました。あそこを怒られると、くそ。よし、お、インテール早い。あー、来た来た。ブレーキで入れるね、これ。スリップから出て相手より奥でブレーキング。ターンインのラインを奪われた岡田 GTO は最終コーナーのライン取りの全てが乱れてしまう。重くて速い車ってのはブレーキ速いからね。チャンスを確実にものにして土屋はオープニングラップで2台をパス。カズラスープラとの差は1秒21だ。後ろは後ろでバトルしております。FR スポーツとして RX7 とは同等レベルのポテンシャルを持つスープラに対し、優位に立てるところは車重の軽さだ。ギリギリのブレーキング、そしてダンロップの切り返しが勝負のポイントか。どこで追いつけるか。ブレーキングで追いついて、立ち上がり全開に早くできるようにね。ワイパー攻撃に入ったな。あ、スープラも速いな。ブレーキング勝負に出るか。よし、アンダー出る。カツラスープラのミスを瞬時に判断、並びかける。あれだけ強いノーズダイブを起こすようなブレーキングをすると姿勢が乱れるね。絶対姿勢が乱れる。ほら、Eをキープすることでプレッシャーを与えミスを誘った。さあ GTR、 そろそろブレーキが垂れてくるでしょうね。ブレーキが垂れてきてるから絶対ブレーキング勝負に出られるね。あとはどこで勝負を仕掛けるか。山本はやっぱりトラクションがいいはずだから、インベタで抑えて、それでもってトラクションで引き離すっていうのが上等手段じゃないかと思うんだけど、でイン側をこう押さえといてインに入ってこれないようにする。中谷 GTR との差は1秒10。
RX-7 とは対照的な速さを持つ GTR。 そのポテンシャルを知り尽くした上でブロックテクニックを組み立てる中、それを捉えるのは簡単なことではない。ミスすることの許されない土屋はファステストラップを出して追い上げる。がリアタイヤ消耗によるオーバー傾向が現れてしまった。綺麗に運転してやがるな畜生。ブレーキで詰めても立ち上がって離される。これはきついわ。ファイナルラップ、その差0秒49。ついに中谷 GTR を捉えた。オイルクーラーを装着している中谷 GTR に熱慣れは期待できない。セブンの速さを生かせるのはインフィールド。ここで仕掛けなければ勝つことはできない。ここは抑えてドーンと出る。あー難しいな。インフィールドは無理だ。土屋は作戦を変更。最終コーナーで最後の勝負をかける。このブレーキでインに来る。あとから行った。でも読んでインベタで回ってイン押さえる。あー離れる離れる離れる。スリップを使わせない。悔しい。さあチェッカーだ。もう一歩のところで中谷 GTR をパスすることはできなかった。